言葉にしてくれなきゃわからない優柔不断なのはきっとお互いさ途切れ途切れの会話の中で急に名前で呼ばれた瞬間初めて胸の奥がキュッと痛くなったこの想いに気づいてほしい手を握ったって構わないのにだけどやっぱり自分からは言い出せないのぽつりとただそばにいるのに誰よりも近くでぽつりとぽつりと